やあハロー、どうもこんばんは、現在1月20日木曜午後7時45分ですね。さあ今日うちの母は仕事ですんで今アニメリアクションやっておりますが、今見たのがリアデルの第一弾3話、平家物語2話、そして、天元突破グレンラガン1話見終えて今アップロード終えましたんで、ここから2話いきたいと思います。はい、じゃあもう名前だけと言いますね。はい、僕はマジ大道芸人ハマーと言います。瓶乗ってジャグリングしてハーモニカに、そしてタンバリンを叩く世界唯一の技の持ち主、はい、この本の著者であります。で、普段は子供たちの前で勝負してますが、今コロナで全く仕事がなくて、貯金切り崩しながらアニメリアクションやってますんで、ぜひ応援よろしくお願いします。はい、僕の詳しい自己紹介動画、ホームページ、SNS、各種 PV、プロフィールなど全て説明文にありますんで、ぜひ見てください。再生リストにね、過去のアニメリアクション動画あります。ただほとんど消えてます、前の方がね。その理由とかも全部自己紹介動画で喋ってるんで、ぜひ見てください。そして今年9月ぐらいでかい発表があるかもしれません、お楽しみに。ではいきます。 D アニメストアです。3、2、1、スタート。オープニングでこれ映ってたけど、まさかラガンがこんなちっちゃいロボットだったとはね。で、画像検索をするのに、まあ、いつも、グレン・ラガン1話感想って検索したら、10年ぶりの再放送っていうページでできたんで、ちょっとネタバレくらいそうやし、ちょっと画像検索もね、気ぃつかなきゃいけませんね。あの昔のアニメは。そうそう、このでかいロボットを持ってたんでね、最後に映ってたあんな小さいとは。なんかカミナがあれやね、サナゲヤマみたいな。要は地上はこいつらがはびこってるってこと？ちっちゃいちっちゃい。巨人のあれやね、進撃の壁の外みたいなもんか。陽子は一体何者なのね、この超電導ライフルってどこで。あ、
動かんくなった。あ、絶対絶命やないか。お、なんか飛んできた。なんか出てきた。あ、操縦者？何やこのナチグロンみたいなのは。獣人。太陽光で動いてんのかな。お姉出てきたぞ。ヒーロン。なんかドラクエのメダルみたいな。リーロン。
これはリットナー村の人たちなんやね。俺は神だか。これ誰父ちゃん？光らなあかんねやろな。この地震はこれか。
何やこれ、ハバネロみたいなの来たぞ。やつら、ああ地震ね。奪うの？ああ、サブタイトル回収や。気合というかインスピレーションというかね。どうしうちを誘ったのか。あ、こじ開けてる。つぶらな目のゴリラみたいなの来たな。おう、奪った。ああ、認証。あ、招待状ね。おっと、
何丸ドクロ、ドロップキック、俺は誰やと思って上がるキックよくも可愛い、何をパンチ言うた、投げんの、おお、なんかダルシムのドルキックみたいだったな。崩すんかな。ああ、あ、ほんでグレンラが、あ、2体でグレンラがないね。なんか巻いてるな、もしかして親父、これ、あ、親父やね、このマントは。あ、小野坂雅也さんがリーロン、小杉十郎太さんって久々みたいな、神奈の親父。シャフト入ってるな、これ。プロダクション IG 聞いたことあんな。まあ、顔が2つとは生意気な。
はい、ってことで、終わりました。まあ、今回その分かったのが、何村だっけ、なんとか村が、その崩壊したか何かで、地上に、住むようになったらあいつらがおったから、戦わざるを得なくなったということを、まあ、陽子が言うてましたね。ほんで、リーロンっていうのが、メカニックとかかなをやってると。なぜおねえまあまあおねえは別にいいか、うん、でまあその顔面の中には獣人が、パイロットで乗ってるやけど、何者か、まあ、さすがまだ2話なんでね、分からんですね。で、カミナはちっちゃい時に、まあ、親父に地上に連れてたものとかあるって言ったシーンが出てきた。で、ドクロ、人骨落ちてた。で、こんなん埋めてやんのも無駄やみたいなこと言ってたけど、最後、その埋めたのが親父やったことが判明したという、なかなかな展開でしたね。うん、あの獣人たちが一体何者なのか。あとはその顔面を奪えるという発想はなかったぜって言ってたから、なんとか村の人たちがね、天才なんかな。で、まあちょっとなんで動いたのかがね、多分あれ指紋認証的なもんで顔面認証的なもんがあったんじゃないかなと思うんですけども、まあなぜか動きましたね。ほんで、なんか動いた時にそのね、ドクロを見てたのがあれでなんで動いたかちょっと全然わかりませんけど、あんま深く考えへん方がいいんかな。うん、まあ、じゃあほんならこっからはあれかな、早すぎるぜ親父言ったけど、親父がどうやって死んだのかを解明していくのかとか、そのまあシモンの他の村人たちを救う話になっていくのかとかね、ちょっとまあいろいろと予想しながら見ていこうかなと思います。はい、ということで、天元突破グレンラガン2話でした。よかったらチャンネル登録や高評価、またシェアをぜひともお願いいたします。で、もう一回だけ言っておきますね、僕の詳しい自己紹介の動画の URL、そしてホームページ、SNS、各種、PV、プロフィールなど全て説明文に全部あるんで、ぜひ見てください。はい、今ほんまに仕事がなくてね、もう貯金もどんどん減ってきてる中でコロナがまた増え出してね、今月仕事ゼロになりましたしね、来月も仕事多分消えるでしょう。3月も1本しかないのが下手したら消えるでしょうね。で、今月次支援金ももう今やってないことが今日分かったので、マジでやばいです。なのでね、なんだかこの YouTube でね、皆さんにちょっと再生していただいて、助けていただければなと思ってますんで、ぜひともよろしくお願いします。はい、以上、マジラジオ芸人浜でした。どうも、ありがとうございました。